はい、さい、今回は佐敷グスクに来ているんですが、どうやらね、まあ、梅雨の晴れ間ということで草刈りが行われていますね。まあ、その前に、佐敷のねムルトゥンチ行ってみたいと思います。こっちはまだ草刈りされてないんでね、ちょっと生い茂ってる感じですが、まあおそらくねこのぐらいのね草にはハブとかいないと思うので、大丈夫かね、ヌルトゥンチ、ノロのねトゥンチですね。お邪魔しますということで、ヌルトゥンチ、奥にもね何かあるのかな。うわ、撮影できるかな。結構うるさい感じになっちゃってますね。やっぱね貴重な晴れの日に役所の人もね清掃活動してるんですね。から入るか。よいしょ。あ、まあでも前回ねこっち草ぼうぼうで打つことができなかったんで、ちょうどだけかもしれないですね。ここも廃所ですね。ね、お邪魔します。何て言いますか。シーバルヌトゥン。フェスティバルのトゥンは、ウェルスのトゥンとも呼ばれる、私たちの働いていた場所と言われており、もともとはかまど跡付近にあったと考えられています。あ、かまど跡はね、この慰霊碑の奥の方にあったりするんですが、まあ後で見せようか。ちょっとね、声が入らないかもしれない。説明があるんでね、ウイグスクの説明も読もうか。ウイグスク周辺の文化案内、まあ、今現在地にいて、市場のヌルトゥンチ、石階段があって、かまど跡、ね、慰霊碑、拝殿、祠、ウイグスクの一角。こちらにかまど跡がねあるんですよ。はい、こちらがかまど跡です。ウイグスクのかまど跡ね、グスク時代のかまど跡と言われており、犬館が祀ったところと考えられています。またこの辺りには子供たちが働いていた場所と言われています。そのようなことからね、説明書と言われる一番人気のは元のかまど跡にあったとも言われています。まあね、草刈りしないとね、ハブとかが出たりして危険ということもあるんですが、ちょっとね音が大きいですね。やっぱ最近ねあっちこっち行ってるんですが、草刈りが頻繁に行われてるんですよ。あっちこっち仕方ないですよね。ずっと雨が続いてた沖縄なんで、こうやってね雨が降ってない日はね珍しいというか稀なんでね。よいしょ、お邪魔します。
だね、うっそうとしてるからやっぱ蚊が半端ないですね。ここが青すぎるとあそこにね、ウイグスクの滝、まあね、ウタキですね。ちょっとこちらでも邪魔します。あ、やっぱこっちでもね、さっき行ってきた、サシキのね、イリウタキ、イリの森のね、時もね、同じ匂いがしますね。なんだろうな、この甘い匂い、色の花から匂ってるんだろうな。花らしく花はないんだけどな、もしかしたらああいうヤシの実から匂ってるのかな。よし、ウィグスクの滝、廃所巡礼、上がりうまい、僕が今やってる上がりうまいですね、のコースの一つで、琉球国由来駅には、なんて書いてるんだろうな、これ最新ってものかな、ちょっと読めないな。そして、つでつかさの滝入れ、あ、読めない、若いって書いてるのかな、あ、読めないね、はい、微信の名前がね、記されています。もともとこの場所にあったのかは、まだ分かっていませんということなんで、もしかしたら移動された可能性があるってことなのか、分かってないってことは、ね、はい、よいしょ、しました。まあね、こういうところで拝むとね、どうしても蚊にやられてね、やばいですね。まあ、ハブよりは蚊に噛まれた方が全然いいんですが、もうね、人があんまり訪れない場所なんで、すぐ餌食になっちゃうんですよね。そしてね、やっぱね、これ大きな木、なんだろうな、これはゴムみたいな木がありますね。あちら、ゴムの木なのかな、これでね、いろいろ生い茂ってて、蝶々とかもね、なんかいっぱい飛んでるような感じがしますね。かゆすぎる。あ、ね、このヤシの木はミスラヤシっていうね、種類らしいですね。わ、葉っぱが見えない。そしてインドゴム、インドゴムですね、すごいな、めっちゃ大木ですよね。インドゴムってもともとやっぱインドにあるゴムの木なのかな、植えられたのか、何なんでしょうね。昔この木の有益からゴムを取ったが、今ではパラゴムに変わった。インド原産のクワ仲間みたいですね。そしてこのゴムの木もね、やっぱ南国の樹木って感じで、根っこがすごいですね。なんだ、ビルマの竹ごとみたいな、すごいことみたいになってますね。かゆい、ここはダメだ。なんかね、毎回廃所とかに拝みに行くとね、蚊に餌を与えに行ってるような感じがしますね。マジかゆいわ、ね、ここでもお邪魔しました。ということで、作業員の車かな、
今回ね、さしすきのね、ウイグスク、草木で全然見えやしないね、これ。さしすきのウイグスクからね、お届けしました。人がいるんでね、撮影がどうもしづらいですね。この木もまた大木ですね。よし、もう一回締め直そうか。ちょっとね、草刈りでね、ちょっと来るタイミングがミスったなって感じもするんですが、まあ、今回南城市佐敷にある佐敷ウイグスク佐敷、城跡ですねから、お届けしました。最後までご視聴ありがとうございます。じゃあまたね、バイバイ。